せーの、下町上町中町です。始まりましたということで、今日は何ですか。今日は100均イエイということで、はい、今回100円ショップ爆買いです。初めてですね。初めてです。爆買いの撮影ってすごく楽なんですよ。欲しいものを買ってそれを紹介するだけでみんなのためにもなっちゃうって、はい、だけど100円ショップは初めてということで、今回初めて100円ショップの爆買いしたんですけど、はい、まあ合計の金額は最後に言うんで、じゃあ早速紹介していきましょう、はい、どうする、コンボか、あやーこれか、コンボでどんどん紹介しようか。中町兄弟でいいんじゃない。中町兄弟ですって出るんじゃない。挨拶の話してない。いや、挨拶の話してない。何どうしたの。紹介は どうする。じゃあ、中町兄弟。あれあれどういうこと。あれそういうことでいいんでしょ。まあ、そう、うん、中町俺は中町でしょ。中町え、兄弟そういうことでしょ。あ、そういうこと、うん、え、じゃあもう普通にいつも通り。普通にいつも通り。わかりました。せーの、下町、上町、中町でーす。あれあれ、何の話してる。あれ、何の話。え、何の話。え、ちょっと待って。え、何の話。あの、どうやって商品紹介して、紹介するっていう。そっち。どっち。え、どっちで捉えてた今の話で。そういうことか。え、ということは、うん、改めまして、どっちから紹介する。改めまして、中町あやです。あ、中町順平です。よろしくお願いします。じゃあ、私から紹介させていただきます、はい、今回は順平の方が爆買いしてたから。うん、俺の方がめっちゃ爆買いしてる。交互に行こうか。え、いいよ。いや、こうやってやって、こうやってやっちゃうと、あやの商品紹介みんな見なくなっちゃうでしょ。順平の紹介見なくなるでしょ。そう、私は、うん、今、自炊を頑張ろうと思って、はい、結構料理器をたくさん買ってみました、はい、結構100均にはいっぱい売ってて。キッチン系ね。そう、キッチン系。まずはお皿ですね。はい、これ小鉢。はいはい。それ何に使うの。そのかぼちゃとかさ、ポンポンと置いてこうってやったらさ、おしゃれじゃん。なるほどね。そう、なんか俺もうオリオンビールとかハマっちゃってるじゃん。バカじゃん。だからこれ日本酒とかこれで飲むのかなと思って。え、あやこれ何と思ったんだけど。皿として使うの。そう、まあ一応2個ずつ。うん、でこれはこれもあやが買ったやつ。そう、これもなんか煮物とか、うん、そういうの入れたら可愛いなと思って。なるほど。だから100均っぽくないよね、もう、うん、分かんないよね、皿とか100均か100均じゃないかなんて。そう。あとはこれ丼だ。丼系、うん、あの炊飯器買ったから、うん、やっぱ丼系もたくさん食べていきたいなと思って。なるほどね。丼を買いました。ちょうどいいもんな、このサイズ。そう一番ちょうどいい。マジ今までの大きすぎたから、うん、ラーメン用とかやつとかだから、ちょっと丼のちょうどいいサイズ、はい、これは150円ほんとだ。ちょっと高い。100均でも最近は100円じゃないものも多いよね。多い。結構次僕なんで爆買いになっちゃったかって、まず理由から言うと、僕まず今2人暮らしなので、うん、消耗品もあるし、これ欲しいよねっていうのが結構増えてくるので、うん、2人分と思ってください、うん、まずは豚麺。これはもう久しぶりに見たから、この豚麺、あの2人暮らしなので1種類ずつ運転手と食べます、うん、で、こちら2人暮らししてるのでヒゲ剃りも2つあるんですよ、うん、とかもうややこしいから綺麗にまとめるために風呂場にこれ2人暮らしのね、うん、もう2人暮らしが多いっすよ、もう本当に同棲だからね。こちらお揃いのサンダル。これベランダで友達が来た時にタバコ俺ら吸わなくなったじゃん、うん、家で絶対吸わせないの、部屋の中で、うん、で外で吸ってっていう時にこのサンダル、ベランダに置くサンダルですね。次、そっちのターンで。じゃあ次は食べ物関連で行かせていただくと、はい、気になったもの。はい、待って、ごめん、カメ、マイクが入ってないかも。あ入ってないね。入ってない。あ、ちょっと待って。あ、危ない、音入ってた。よかった。はい、で、続いてはこちら。カレーを美味しく食べるスプーン。何それってあって、うん、気になって買ってみた。はい。形が美味しく感じるのかな。舌触りとかなんじゃない？これはスプーンの縁を美しい。最後まですごいですよ。炊飯器も買ったし、ちょっとカレーも作りたいなと思って、うん、結構今回炊飯器をメインにした買い物ですね。そう、炊飯器メニー。はい、メニーメインメイン。あ、次僕、こういうもう僕、激落ちくん。こちらはもう、あのいろんなところにこの靴とか拭こうかな。俺、靴磨くの好きで、靴磨くの何にしようかなと思った時にこれ絶対いいなと思ってこれを買いました。あと、まあ僕もちょっとご飯メインはい、話になっちゃうんですけど、のりたま、これはもう、マジ美味しいやん。で、久しぶりに 見かけたから、ちょっと買おうと思って買いました。そしてこちら、これめっちゃいいと思うんだけど。何これ知らないでしょ、うん、ペットボトルをこうやって吸うだけで空気ベッて潰して超小さくなる収納やついる。いや、だからこれちょっと後でやってみようかなと思って、うん、あともうちょっとであやがこれ飲み終わるので飲み終わったらこれ使ってみて、あ、使ってみていい。そう、ペットボトルとかさ、俺やっぱ2人暮らしだとさ、こんなちっちゃいのだったらできないんじゃない。ここでこうやってやります。で、吸うだけ、いきます。
脅威の薄さこれは人間の手じゃ無理です。脅威の薄さになります。こんな商品を買ってみました。どうですかね。いや絶対やらないと思う。いやでも本当水の消費量がえぐくてペットボトルのゴミ箱がすぐパンパンになっちゃうの。だからできるだけ潰してやってみようかな。 SDGs も含めて。なるほど、ね、僕たちやっぱエモガワークでちょっと SDGs もやってるので、はい、こんな商品あるんだ。すごいよね。テリーに風をかけてみたいと思います。え、違う、風は後ろから出る。とかさ、お前さ、テレビの地震のやつとかやってる？やってない。絶対やった方がいいよ。これ地震のやつで、テレビとかが倒れないやつね。これ絶対やった方が危ないから、本当にやれなね。わかった。てか、もう全部やれなね。もう全部、ちょっと待って、この景色見せていい？全部怖いんだけど。びっくりするよ。見て。物立ちすぎじゃない？これ地震起きたらマジ。やばいから、全部倒れるからね。本当気をつけてね。言われてみればそうだわ。うん、だから地震のやつ、地震対策で買ってみました。次、あやで。次は、こちらですね。お皿系とか。はい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 。人が来た用の、うん、コップ、お皿、箸、使い捨て系ね。スプーン、フォーク。そんなこの家でみんなでご飯することあんの？たまにね、友達が来るんだけど、うん、洗い物がすごい大量に出たから。なるほどね。友達が来た用に買いました。はいはい。以上。あ、僕ですか。はい。次、こちら。これはね、欲しいんじゃないかな。車で、後ろの席のゴミ箱。あ、買おうか迷った。うちの車ってゴミ箱がずっとなかったの、うん、だからこれでビニール袋入れてゴミ箱作ろうかなと思う。それは欲しかった。あとこちら、このフリーハンガー、これは何に使うかっていうと、突っ張り棒にこれをかけて帽子をかけます。まあね、運転手も帽子8個ぐらいあるから俺があげて、だからちょっと帽子のスペースとしてこれを買いました。まあこれは普通にマスクも100均で売ってたので買って、あと石鹸、ドラッグストア爆買いの時にお尻をきれいにする石鹸買ったんですよ。俺それやってるんですけど。マジ？やってる。どう？え、ほんとスルスルになる。スルスル。じゃあ今度触らせていい？やだ。今は多分もうちょっとあのお風呂出て、まあれだからあれだけど。え、毎日やってんの？毎日やってる。え、スルスルって何？え、とかピッチピチピチピチ、マジでピチピチなの。あ、そういうことかと思って桃の形してんの、うん、だからピチピチになるんだ。で、ピーチ、ほんとにピチピチなの。そのみんなあのドラッグストア爆買いの俺が買った尻の石鹸みんな使ってみてください。ほんとに女子は使った方がいい。マジで貸してみようか。いやだいやだ、お前が毎日ケツ洗ってるやつ使いたくない。マジでピチピチになるから、ちょっとほんとに。で、その石鹸を入れるやつです。これ生で置いてたから、うん、で、やっぱさっき言った地震のやつもう一個買ってます。で、これはあの同棲してる人が買ったので何に使うか分かんないですけど、これです。聞いてはない。これはまだ聞いてない。そしてこちら靴下入れ。このプラスチック、こういうのがいいの。やっぱこう置いといて靴下まとめる、こういうので100均買ってまいりました。100均ね、ました。次、あや。私はあ、でも結構あるね、まだ。掃除系で言うとこれ。はい。これ何に使うの？これ何？これはお風呂洗うやつと、うん、これは排水口とか切れる。なるほどね。そう、2個。え、だから持ってなかったの？そんな持ってたんだけど、うん、汚れてきてカビだらけになったから、はいはいはい、捨てたの。なるほどね。で、新しいの買いました。はい。以上です。もうちょっといっちゃっていいですか。で、次はこれ。それはね、うん、ナイス買い物。本当にあやのカーテンに合ってんの。でしょ。合ってる合ってる合ってるし、うん、うちのカーテン、うん、かける場所ないの、あれを。これを。あ、こういうやつね。そう、こういうフックみたいなのがないから、うんうん、まとめるしかないのよ、カーテン。なるほどなるほど。そうだからまとめようと思って買いました、うん、はいはいはい、うん、はい。同棲してみて分かることって、洗濯物とんでもなく多いのよ、はいはいはい、で、浴室乾燥、ハンガーとかも足りなくなってくるの、うん、だからハンガーを買いました。まずハンガー6個、この肩が落ちない。はいはいはい。で、さらにバスタオルも1日に2枚出ちゃうの。はいはいはい。で、その時にバスタオルハンガーで見ててください、うん、え、すごい。ほら、これ。え、なにこれ。バスタオルをもう2枚とかけられたり。え、良いね、それ。しっかりしてるハンガー。これは3個買いました。え、買えばよかった、それ。あ、1個よか。え、でも1個あっても。え、でもバスタオルとか、まあ、1個もいただこうかな、うん、うちは2個しか出ないからさ、バスタオルだから2個。うん、はい、こちら。これめっちゃいいと思う、このハンガー。確かにいい。僕たちも最近料理してるんです、うん、で、その時にあやにも教えてあげるよ、うん、これで料理めっちゃ楽だから。もう箸じゃなくてこれで料理するの。あのフライパンとかも熱くないし、これ遠いから、うん、やってみ、やってみ。持ってる。え、そう。うん、じゃあいい女。めっちゃいい女。しかもここがなんかゴムみたいな。え、ゴムってさ、溶けないの？俺ゴムかこの金かどうしようかなと思ったの。え、溶けないよ。あ、溶けないんだ、うん、あのみんなも料理する人いたらこれでやって、トング100均で売ってるから、うん、これで料理してみ。本当に楽だから。じゃあ続いては、あやも車で言うとこれ、はい、そう、それ買ってたね。これはあやの前か。前か、うん、つけてたんだけど、うん、つけれなくて。意味わかんないわ。じゃあなんか自動のやつ買ったの。ウィーン。あー、はい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 、はい、あれがなんか作れなくてわかんないけど、うんうん、もうこういうもシンプルな100均のやつでいいやと思って、うん、手動のね。そう、買いました。はい。続いてがストローも買ってました。買ってましたってね。何買ってました？忘れてました。はいはいはい。で、次美容系で言うと、まず鏡、はい、でこの鏡ってめっちゃみんな持ってるよね。うん、
なんかこれよくなんか見るイメージある。楽屋とかに置いてある。あ、楽屋だ、うん、これあの出かけた時とかに、うん、みんなで出かけた時鏡ないから持っていけるよ、うん、そうだね。で、買いました。しかも鏡なんてマジで100均でいいし、ね、そう、なんでもいいから、なんでもいいの。どんな鏡の写り一緒だからね。これすごい見たんだよ、極ふわ、うん、ブラシ。何それ、 SNS でバズってる系？なんかね、友達がいいって言ってたんだよね、すごい。はいはいはい。200円すんの。あ、そうなんだ。そう、うわうわ、極ふわ、極ふわだわ。え、それやりやすいの？ふわふわの方がやりやすいの？そういうのって、え、ふわふわの方がいいじゃん、なんか。あ、気持ちね、気持ち的に。そう、これで俺びっくりしたのが、うん、小学1年生、2年生ぐらいの子たちがいたのよ、うん、で、化粧品コーナーにいて、うん、マニキュアの塗り方を友達に教えてる子がいて、すごい可愛かった。もうあの小1小2でもマニキュアとかメイクの塗るでしょ、マニキュアは。え、塗ってた、塗ってた、塗ってた。小1だよ、うん、自分で、うん。あ、そうなの。もう小一の子が友達にアルミホイルで周りをやってみたいな、こうやってやるとずれないんだよみたいな、という説明してて、で、チークはとか言ってたの。それはすごい。だから、あ、もうこんな年から化粧のやり方とか100均で買うんだみたいな。早いんじゃない今の子は。しかも100均でなんか買ってんの可愛かった。化粧品とか集め揃えてたの、チークとか、うん、可愛いと思って見てた。そう、これとか、はい、あとブラシ、うん、極ふわのアイシャドウブラシとノーズシャドウブラシを買ってみました、うん、なるほど。え、高校生とかはさ、結構もう化粧品とか高くなってきてる、それとも100均とかで全然いけるの？でもあやは中3ぐらいまで100均だった。はい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 、はい、高校生からキャンメイクとか、まあちょっとあやミスコンっていう、うん、ちょっと表出るあれもあってね。でも遅いと思うよ、今の子もっともう小学生ぐらいからやってんじゃない。マジでカラコンとかも入れてるでしょ。やばいね。100均ももう化粧品もめっちゃあるよね、いいの。めっちゃある、うん、だから高校生も全然使えると思うけど、いまだに大人になっても100均のやつ使ってる人とかもいるし、いいんだと思う。いいやつはいいもんね、うん。あとは最近これアイプチ、花粉かわかんないけど、うん、二重幅の調子が超悪いの。二重幅の調子が悪いって揃ってないってこと？それともいつもの全力の時よりない、奥二重みたいになっちゃう、こっちが、うん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 、で、こっちは普通の二重みたいになっちゃって、もう全然左右違くなっちゃうから。なるほどね。これを変えました。普段はしてないでしょ、そんなの。してないけど、季節の変わり目とか、うん、花粉が多い時とかは、うん、マジで二重幅変わるの。そうなんだ。で、あとは、あ、まだ言っていい？あ、僕行こうかな、うん。でも俺もね、結構もう少なくて、本当に、うん、まず一つコップ、これはもうただ買いたくて1個割れちゃう。600円？600円、俺全く知らなかった、これ600円もする。高っ。なんでなんで、いいやつなんじゃない、本当に冷え冷えのやつなんじゃない。だいたいさ、メイドインジャパンとか聞いたことあるやん。これデザイングインジャパンなんだけど、デザインだけ日本。そういうこと？デザイング、デザインは日本で作りました。いらない、そんなの。デザインどこで作るか気になるんだろう。もうコップ割れちゃったんで買ったら600円でした、すいません。あとこの小さい軽量カップなんだけど、これ何に使うかって、うん、ショットグラスです。運転手がずっと酒飲めないの、あの飲めないじゃん、やっぱ俺らがどういう動きするか分かんないから、うんうん、だからその最近俺運転手をお酒誘うこと思う、うん、どうする、居酒屋でビール飲みに行く、うん、とかの時にちょっと家でじゃあ酔っ払おうよって時にショットグラスがなかったので、お母さんがこれを俺ん家に置いてったの、うん、なぜか。でこれで2人で飲んでたの、こうやって、うん、そしたらこれをショットグラスにしても可愛くないってなって2人を買いましたこれでこう2人でチャーンってして、このちょっと注ぎ口もあるんですよ、うん、注ぎ口をこう飲む。確かに飲みやすそう、飲みやすいし可愛いし、ここにあるから罰ゲームによってじゃあ2ねとか3ねとかできそうじゃん、2人で。うん、すいません、寂しくて全然いいんですよはい、以上です。で、続いてはゴムとかね、うん、こういう。俺最近聞いたの、女の子が男ん家に行って、うん、痕跡を残すやつでこの小さいゴムを枕の下とかに隠すんだって。で、ジュキアは昔、めっちゃ昔だけどバレたことがあるみたいな、うん、で、女の子はこういうのを残すんだって、私が来たよっていう。え、で、こういうのを排水口に入れられたりするんだって、うん、風呂場でパカッと開けて、そこで、で、女の子が掃除するときに、え、何このゴム、うん、ってなるじゃん、うん、で、この痕跡用でこれ持ち歩いてる子いるんだって。え、怖くない？怖っ。それ聞いて、だからこういうゴムとかは気をつけなみたいな、うん、人によって使ってる色とかちょっと違ったりするじゃん、うん、種類とかって言ってた。マジで、うん、そんな話聞いたことない。すごいよね。あとはこれ、除光液。はいはいはい。足のネイルは自分で塗ってるから、うん、除光液最近なくなったので買いました。それなんで足のやつは自分で塗ってる？足とかは別にそんなジェルネイルにしなくてもいいから。なるほど。で、続いて、あ、これこれはバター塗るやつ。欲しい。欲しいよね。俺スプーンでやってるもん。でしょ、うん、そう、スプーンだとさ、間に入ってさ、うんうん、あれうざいじゃん、うんうん、まあ最近あやパンもすごい好きで、はいはいはい、最近ダイエットあんましてないから、うん、パンとかも結構食べるようになって最近、うん、でバターとかジャムとか塗るの欲しいなと思ってたんで、はい、これを買いました。なるほど。あとはこれ、クリップ。何に使うの？
それは何に使うのって思うじゃん。あや、ウエストがブカブカなこと多いの。はい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 。で、それでこういうクリップ欲しいなっていう時になくて、ベルトを…どういうこと？ベルトの代わりにそれするってこと？そう。え、それフィッティングの時だけじゃないの？本当はフィッティングの時とか衣装の時とかね、うんうんうん、撮影の時とかにやるやつなんだけど、うん、最近これからさ、もう冬じゃん、うん、そんなもう見えないじゃん、ここ。まあ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 、確かに。だからもうこのクリップで留めちゃおうみたいな、まあ、そっちの方が楽だもんね。そう、あのこれ裏話なんですけど、 TGC とか、まあ、ガールズアワードとか、うん、ファッションショーで衣装によってはブカブカになっちゃうのとかある、うん、その時モデルさんで結構こういうクリップを腰につけたり、そうそう、あの安全ピンでね、そうそうそう、留めたりとかしてるんですよ。そう、そんでで、うん、欲しいなと思って、はいはいはい、冬限定で、うん、これつけて出かけちゃおうっていう。で、続いてが、まあ、絆創膏。はい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 、普通にね、うん、で、最近なんか靴擦れひどくて、この今も。ほんとだ、何の靴？最近買った可愛い靴あったんだけど、うん、靴擦れでもうダメになった。え、でも、それ履き続けなきゃあれでしょって思うじゃん、うん、そういうやつじゃない。なんか、買った靴の靴擦れのとこにゴムみたいな貼るやつとかあるよ。そうなの、うん、そうすれば靴擦れしないの。え、でも靴擦れ中じゃなくて、外側。あれ、靴ずれのやつ。絆創膏ですね。はいはいはい。でも終わらせていい？ヤマト来る前に。いいよ。で、続いてこれ、顔とか洗うタオル、うん、ティッシュ、うん、なんですけど、うん、100均にも売ってたんで、うん、これよかったらこれから買い続けようと思って。ねねね、ティッシュ？ティッシュ、顔とかを洗った後に使うティッシュ、うん、あー、なるほどね。そう、ドンキとかも売ってるんだけど、100均にも売ってたんで、はいはい、買ってみました。よかったら買います。はい、また動画で言いますね。はい、私は以上。来るかな、来ちゃうかな。来るよ。ほら、何を喋ってんの？ん？はい、最後僕、まず爪楊枝。爪楊枝もううちなかったんで普通に欲しくて、爪楊枝と、あとこちらタイマー。いつも携帯でやってたけど、もうこれ冷蔵庫の中に貼ってればこっちの方が楽だな。あと最近またなくなってきたこの、もう拭くやつ、机とかを拭くやつですね。え、違くない？それ机とか拭くやつじゃなくない？うわ、間違えた。うわ、マジか。ローリングのつけるやつじゃん。うわー、ほんとだ。これ T のやつにこれつけるやつだった。こういう拭けばいいじゃん。まあそう、これ拭けるよね、うん、はい、そして最後こちら。何それ？まあストレッチマットみたいな、地べたにちょっと引いてヨガマットね。ヨガマットみたいなやつ。これは運転手の部屋に敷き詰めようと思います。なんで？あのずっとジュキアに改造されたさ、クモみたいなあれじゃん。あれはもうほんと獣抜けるし、うん、こいつらおしっこするし、うん、おしっこしてもいいように。あー、なるほどね、うん、これ拭きやすいから、うん、テリーベアが結構うちに来ることも多いから最近、うん、その時におしっこされちゃって、うん、ちょっと面倒いからモフモフのやつだと、うん、これにしました。なるほどね。以上です僕たち。そして合計金額がいくらだと思う？この量、もうほんとコストコで買った量ぐらい。でもしかも600円とかもあって、全部100円とは限らない。正直7000円とか6000円。正解、9800円。なんかさ、言い方さ、おかしくて盛り上がんなかったんだけど。いや、あやがもっと高く言ってほしかった。あ、そうなの。あの6000円で、あ、9800円。もうその、あだから普通、1万5000円とかだと思うやん。9800円って言いたかったのに6000円。いや、安く言われ、100均を信じすぎてから、なんか言いづらくてもうそろっと言いました。でもこんだけ買って9800円なの。やばい、これすごいのよ、うん、ちょっともう本当に景色見せるね。じゃあ仕方ないから、俺らのこれだよ。やばい、すっごい量多いんだよ本当に。ゴミ屋敷みたい。これで9800円です。安い、すごい。100均で9000円分も買ったことない人生。安いよね、うん、っていうことでこんな感じで初の100均爆買いなんですけど、はい、マジで100均は行った方がいい。楽しかった、シンプルに、うん、普通にめっちゃある、うん、めっちゃいろんなものがあった、うん、そんなに広い100均じゃなかったのよ、うん、今日行ったのって。けどもうめちゃくちゃあったから、一人暮らしとか新しい家に住むとかの時、うん、まず100均行った方がいい、うん、100均で大体揃うから、うん、で100均ないのでニトリとか、うん、揃えたらいいと思います。まあこんな感じかな。うん、こんな感じで動画は終わります。はい、ということでこの動画が良かったのではチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします。じゃあねー。はい、オッケー、バイバーイ。